パーツを組み合わせてお正月の壁面飾りを作りましょう。それぞれのパーツの作り方は終了画面の再生リストか説明欄のリンクからご覧ください。まず格子柄の部分を作りましょう。台紙にはお花を包む赤い不織布を使いました。そこに15センチ角の銀色の折り紙を4分の1に切って千鳥格子になるように互い違いに貼っていきます。台紙の反対側には金色の折り紙を5センチ角に切って同じように貼ります。銀色の千鳥格子のところに紅白の梅の花を貼ります。白い梅の花は不織布にボンドをつけて貼ります。赤い梅の花は銀色の紙の上に貼るのでボンドではなく両面テープで貼ります。こんな風に両面テープに連ねて貼っておくと一つ一つ剥がさなくてもちぎりながら簡単に貼ることができます。次に干支の文字を用意します。金色の折り紙を斜め4つに切ります。これを文字と同じ大きさの紙の四隅に貼ります。文字は A3 用紙に正方形にプリントアウトしたので一辺約30センチです。これを45度傾け折り紙に少し重なるように文字を貼ります。これは寅年用に作ったものです。その年の干支に合わせて文字を変えてください。文字を真ん中に貼りその両端に門松を貼ります。門松の下の部分は畳表の切れ端を使っていますが、片面段ボールやハトロン紙、画用紙など手に入りやすいものをお使いください。門松の竹は図工人さんの型紙を応用して立体的に作っています。節の位置を変えて3本作ったら長さを少しずつ変えて切ります。裏にボンドをつけて貼りましょう。松を左右に3本ずつ置き、その根元にボタンを置きます。位置が決まったら、松の枝の余分な部分を切り落とし、ボンドで貼ります。そして根元を隠すように葉ボタンを貼ります。葉ボタンの間に染料を差し込み、ボンドで貼ります。金色の扇を飾ったら、門松の出来上がりです。反対側の門松には、銀色の扇を飾ります。一番外側にお花紙で作った竹を貼りました。2023年はうさぎ年なので漢字をうに変えました。金銀の折り鶴と四角く切った金銀の折り紙を貼って完成です。ボリュームのある豪華な新年の飾りができました。たくさんのパーツがありますが、出来上がりを楽しみにしながら時間をかけて作るといいと思います。